バラ園の聖母は、イタリアルネサンスの画家サンドロ・ボッティチェッリが1469から1470年に制作した万丈のテンペラ画である。作品は、フィレンツェのウフィチ美術館に収蔵されている。床の敷石による、千円近法で奥行きが表現されている。背景が、バラ園であるとすれば、聖母、マリアの少女性を示す、閉ざされた庭を表していることになる。 幼子キリストが持つザクロは、キリストの復活の象徴である。母子の間の情感表現は、ボッティチェッリの死であったフィリッポ・リッピの影響を示す。しかし1467年に、リッピの工房がスポレートに移った後に制作された、本作は、その聖母子像の長所性に、リッピに代わって、ベロッキオの工房で、共同制作をしていた、ボッティチェッリの新たな様式を示している。 この様式は、後に描かれる、5大の女性像へとつながっていくものである。フィレンツェルネサンス4再生への挑戦、日本放送出版、1991年刊行、16項、ISBN4 から14から008762から、後2 0 2 1年5月23日閲覧、ボッティチェンリデン、朝日新聞社、2016年刊行、92項。 2021年5月1日、閲覧。ありがとうございます。